ゴミ旋風突風は瞬時に吹く強風、積乱雲などに伴って起こる。風というものは地形や建物、大気の状態などいろいろなものの影響を受けるため、方向と強さが常に変わり続けている。変わり続けている中で、特に瞬間的に強さが増した時に突風となり、被害をもたらすことがある。建物の間、谷の間、山の頂上など、 起伏や障害物の多い場所では、様々な方向から風が集まって強い風が吹く場所ができる。こういった場所では、広域的には弱い風の時でも風が強かったり、広域的にも風が強い時にはもっと激しい風が吹いたりすることがあり、突風が吹きやすい。突風が起こりやすい気象条件として、熱帯低気圧や勢力が強い温帯低気圧が接近しているき。 寒冷前線が接近しているとき、発達した積乱雲が接近しているとき、周辺の軽圧が高まっているときなどが挙げられる。高度が高いほど風は強いため、航空機などは地上に比べて突風に遭遇しやすい。突風は規模が非常に狭いため、集中豪雨と同様に極地現象に分類される。突風を数値で表すのに最も適しているのが、 最大瞬間風速である。日本では気象庁は0.25秒間隔の風速から算出している。世界気象機関は0.25秒間隔の風速の12個移動平均とすることを推奨しており、気象庁でもこのように変更する予定。ありがとうございます。